トーン大佐の上記とされていた、所属番号4326番のミグ -21 戦闘機。グエントーンは、架空の北ベトナム空軍の撃墜用。単に、トーン大佐とも呼ばれたほか、墓場を意味するトゥームの名でも呼ばれた。語られるところによると、ベトナム戦争中に13機のアメリカ機を撃墜し、1972年5月10日に、 アメリカ海軍所属の海 -4 戦闘機によって撃墜され戦死したとされる。この F-4 戦闘機に登場していたのはパイロットのランディ・デューク・カニンガム大尉とレーダー種のウィリアム・アイリッシュ・ドリスコル中尉である。トーン大佐の名が語られ始めたのはベトナム戦争後期になってからである。ベトナム上空の航空船にて、 アメリカ空海軍のパイロットはしばしば所属番号3020番のミグ -17 と所属番号4326番のミグ -21 を目撃したという。これらの木の先端には撃墜マークとおぼしき赤星のマークが13つあった。さらに戦闘後にアメリカ軍が傍受した北ベトナム軍側の通信でしばしばトーンの名が現れたことから13機撃墜の エースパイロットたるトーン氏の存在が語られ始めたのである。1967年から1972年にかけてトーン氏はアメリカ軍パイロットらの間で一種の伝説と化していた。噂にはおひれがつき、例えばフォーンなるなでも語られたほか、階級は大佐であるとか、名字はグエンであるなど出所のわからない情報が継ぎはぎされていった。いくつかの文書では、 彼の名をグエントゥアンとしている。これらの噂は、アメリカ軍パイロットの心理状態に少なからず、影響を与え、何人かは爆撃後の起動を急いだり、ミグを目撃すると戦闘を回避するようになったという。1972年5月10日、カニンガムとドリスコルの回マイナス4戦闘機が3020号機を撃墜した。これが、闘音大佐の最後とされていた。 当時の北、ベトナムでは、詳細上の高級将校をパイロットとして配置することは、極めて少なかった。一部では、名の発音が類似した、ディントンやハムトゥアンが、トーン大佐と呼ばれていたパイロットの正体ではないかとも、言われている。しかし彼らは共に、B、B-52 に対する防空任務に特化した、訓練を受けていた軍人であり、撃墜用に値するほどの撃墜記録を有しては、 いない。当時のアメリカ軍では、戦闘機には1000人のパイロットが配置されており、撃墜や損傷を受けるまでは乗り換えを行わないものと認識されていた。しかし一方の北ベトナム軍では、航空機保有数の都合から一つの戦闘機を多くのパイロットが共用していた。この認識の差から、アメリカ軍パイロットらは3020号機や4326号機が、 常に一人のパイロットによって操縦されていると、錯覚し、ベトナム各地に出没する、謎の撃墜王、トーン大佐の伝説が生まれたと考えられている。さらに一部の研究者は、トーン、トゥームは、ベトナムにおいて、一般的な生命ではないため、北ベトナム軍のコールサインをアメリカ軍が誤認したものではないかと指摘している。事実として、北ベトナム軍では地上よび艦隊と航空機の、 通信でパイロットの実名を使用していなかった。戦後、ベトナムにてトーン大佐に関する調査が行われた。これらによると、ミグ -17F の3 0 2十五機は第923飛行連隊所属機であった。アメリカ側でグリーンスネークと呼ばれていたパターンの緑色判明材が施されていた。三千二十五機は複数のパイロットによって操縦され、 少なくとも、この機による発木の撃墜が確認されている。これを操縦したパイロットのうち、グエン・ワン・ベートレ、ハイの二人が特定された。彼らは共に撃墜王の一人に数えられており、米は七機を、ハイは六機を撃墜したとされている。しかし彼らは戦後も生存しており、カニンガ村によって撃墜された、イのパイロットではなかった。 ミーグ -21PF の4326号機は第921飛行連隊所属機であった。かつてはバチマイ飛行場の博物館に展示されていた。4326号機も多くのパイロットによって操縦され、少なくとも13機の撃墜が確認されている。またパイロットのうち6人は人民武装力量英雄の称号を得ている。 この中には9機を撃墜し来たベトナム軍最高の撃墜王となったグエンバコンクも含まれる。一方、ベトナム人民空軍の公的な記録によれば、4326号機は、ミ i g -21PF の4324号機と同一の機であるという。4324号機は、第921飛行連隊に所属した。 作戦機で12人のパイロットが登場し、69回の空戦に参加、1967年11月から1968年5月までに14機のアメリカ軍機を撃墜したという。この機はまた、パイロットの3、4が敵機を撃墜していることから幸運の機と呼ばれていた。パイロット12人のうち9人が敵機を撃墜し、8人が 激通用に数えられた。また7人が人民武装力量英雄の称号を得て、5人が召喚にまで昇進している。現在、この4324号機はハノイのベトナム軍事歴史博物館に展示されている。ありがとうございます。